ということで、はい、急遽、はい、回すことになったぜ。はい、箱庭の監督者様へ。よだからやりますはいいんだけどさ、うちもまさかその、うん、やりますって言って15分後に始まるとは一体もう思ってなかったわけ。ちょっと15分待っててもらっていい？ちょっと今ヤバいを終わらせてくるわっつって。おお、今日 OK、 分かった。思い立ったが吉日ですよこれは。まあ確かにね、うん、回したかった。嬉しい。やりたかったんだって。楽しみですわ。まあきっとどんなマダミスのルールとかは後でビオスがきっと入れてくれるんでしょ。よろしく編集のビオス。よろしく編集のビオス、任せだ。マーダーミステリーというのは一度内容を知ってしまうと二度と自分でプレイヤーとして参加することができなくなってしまうので、もしこの作品を遊びたいなと思ってらっしゃる方は、ご視聴をお控えくださいますようお願いいたします。プレイ終わってからこの人はどういうプレイをしたんだろうみたいな感じで見に来てもらうのは大歓迎でございます。感想についてなんですが、ネタバレに十二分に気をつけていただければなと思います。もし表でツイートするよとかっていう場合はもう IQ3 で、あ楽しかった、あやばかったみたいなツイート、もしくはもっと詳しく語りたいという方はポイピク、フセッターなどを使って一度ワンクッション置いていただけると幸いです。それでは本編へ戻ります。多分大丈夫だよ。OK。 じゃあ早速やっていこうかね。はい、ではよろしくお願いします GM。 よろしくお願いします。 GM は卵の君だよ、よろしくね。そうだった、名乗ってなかったね。ひなぴよです。プレイヤーひなぴよ、 GM 卵の君でお送りいたします。よろしくお願いします。お願いします。シャッ。では始めていきましょう。マーダーミステリー箱庭の観測者様へ、始めてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそフルダイブ型マーダーミステリー箱庭の観測者様へのご参加、誠にありがとうございます。ようこそひなぴよ様。わー、喋ってくれてる、卵が喋った、はい、私は案内を担当させていただきます案内卵でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではですね、まず簡単にマーダーミステリーの説明をさせていただきたいのですが、マーダーミステリーというものをご存知ですか？一応結構プレイしてはいるんですけども。ああ、そうなんですね。はい。じゃあもうベテランさんということですね。あ、いえいえ、そんなことは決してございませんです。まあ一応ですね、簡単にではありますがマーダーミステリーのご説明もさせていただきますね。はい、お願いします。はい。マーダーミステリーというのは、誰かが死んだり物が盗まれたり何かしらの事件が起き、その事件の真相を導いていくゲームです。しかしですね、普通の推理ゲームと違う部分が一つだけあります。それはあなたにもひなぴよ様にもその事件の登場人物になってもらうことです。なのでもしかしたらあなたは犯人かもしれませんし、あるいは名探偵になるかもしれません。ね、その辺はもう重々ご存知かと思いますが、体に染みついてます。今までもじゃあそういう経験をたくさんなさってきたんですね。いや、犯人にもなったことがあります。あるんですね。じゃあもう、はい、今日はバッチリですね。多分ね。案内卵ちゃんとどんな感じで会話繰り広げていったらいいか困っちゃった今。あ、でもあれですね、今回は、このフルダイブ型マーダーミステリー、我々が開発した究極のマーダーミステリーシステムなんですけど、こちらのですね、よいしょ、ヘッドギアをつけてもらうことで一時的に現実の記憶は全て消え、物語の人物として最高の没入感をお楽しみいただけます。なんということでしょう、はい、ヘッドギア。はい、ほえー、こ
ちらちょっと重いので気をつけてくださいね。はい、よいしょ、よいしょ。あ、もう、大丈夫ですか？いや、なんとか。よかったよかった、とてもお似合いですよ。おー、かっこいい。ではですね、早速やりたくてうずうずしているとは思いますがね、はい、まず始める前にキャラクターを選んでいただきましょうか。今回ゲームを始める前にこの3人の登場人物からあなたがダイブするキャラクターを選んでいただきます。選べるんだ。はい、まず左から、黒、10代男、気弱そうな性格、黒のパーマがかかった髪、一人称は僕です。真ん中、白、20代男、白い髪でヒゲを蓄えています。目つきと愛想が悪いです。一人称は俺。そして最後、緑、10代女、容姿端麗、深緑色の長髪、まっすぐで意志が強そうな瞳、一人称は私です。この3人の中から好きなキャラクターをお選びください。いやー、黒かな。ほう、黒。あんまりやったことのないキャラクターな感じがしますね。なるほどなるほど、何事も挑戦だ。いいと思います。はい、ではですね、今回のこのフルダイブ型マーダーミステリーに挑むにあたり、もちろんキャラクターとしてやってはいただくんですけれども、性格や考え方はピオス様あなたそのままで大丈夫です。あら、はい、だからこの質問、あれもしかしたらこのキャラクターは言わないかもなとかは考えなくても大丈夫です。へー、はい、現代のあなたのその考えをそのまま持ってきていただければ幸いです。はい、あとは何かご不明な点はありますでしょうか。まあ黒として私が喋ればいいってことですもんね。そうですそうです。うん、黒ではありますが、あくまで考え方や思考などはあなたのそのままで問題ないです。はい、大丈夫です。かしこまりました。まあその他にもわからないところがあれば逐一聞いていただければと思います。はい、その時はまた代わりのものがおりますので、その方にお聞きくださいね。はい、それでは早速ですが始めていきましょう。ではヘッドギアをつけて箱庭の観測者様の前の階にダイブしましょう。はい、いってらっしゃい。よいしょ。あ、黒、黒とあなたを呼ぶ声が聞こえてきました。その声は初めて聞いたのにどこか懐かしく、なぜか絶対的に信頼を受けるものだとあなたは考えます。声の主はヒイラギと名乗りました。20代後半の女性に見えます。以降ヒイラギに対しては絶対に嘘をついてはいけません。あたりを見るとそこは何もない真っ暗な空間で、それなのになぜか不安な気持ちはありません。プロ、目を覚ましたかい？何も覚えていないといった表情だね。君は10代の男性で気弱そうな性格をしている。黒のパーマがかかった髪がチャームポイントだが、自分自身はコンプレックスに感じている。一人称は僕だ。記憶はまだまだ曖昧だろうが、いろいろな場所に行っているうちに思い出していくだろう。これから君は好きな場所に移動することができる。この地図から行きたい場所を選んでくれ。移動先で起きた出来事を知ることができるが、そこにあるものに干渉することはできない。もちろん私もついていくから心配しなくていいよ。僕は、じゃあまず一番から行きたいな。うん、わかった。
じゃあ一番の部屋に移動しようか。うん。ヒイラギの声を聞いているとあなたは何でもできる気がします。記憶がない自分に何ができるかは不安でしたが、彼女の言葉を信じてあなたは調査に向かうことにしました。では一番の部屋に移動します。一番の部屋。ベッドと机、壁には無数の傷がついている。トレーニング用の器具が数点と長身の刀が何本も置いてある。刃が欠けているものや折れているものもあり、相当使い込まれている様子だ。机にはレコードが置かれている。どうやらこの部屋は白の部屋みたいだね。白、彼は不愛想で不器用だが優しい青年だ。こんな出会い方でなければ兄弟のように仲良くなれただろう。ある日彼は愛する人のために何が何でもここを出たいと言っていた。クロ、一つ聞きたいことがあるんだけど聞いてもいいかな。何？クロ、君の好きな音楽はあるかな？もし覚えていたら教えてほしい。僕の好きな音楽か。うん、そうだな。僕こんな性格じゃないか。だからたまに落ち込んじゃったりすることがあるんだけど、そんな時によくサッカーアニメのオープニングとかを聞いていたかな。うん、それはきっと明るくて元気が出るような曲なのかな。うん、そうなんだ。僕の心をいつも勇気づけてくれる素敵な曲なんだ。うんうんうん。その曲を聴いて君は元気と勇気をもらうんだ。うん、いいね。ありがとう。話の途中だったね。この部屋で起きた出来事を教えてあげよう。うん、気になることがあったら詳しく調べるから聞いておくれ。わかった。15時30分、シロが部屋を出て行った。16時、使用人が部屋に戻ってきた。何かを知っているみたいだ。16時30分、使用人が掃除を終え部屋を出た。手に鍵束を持っていたね。17時、シロが部屋に戻ってきた。ベッドに寝転がり休憩しているみたいだ。18時30分、シロが部屋を出て行った。以上だよ。うん、まずここって一体。ここはそうだね、切り取られた空間とでも言うべきか。時間が止まっている空間だよ。時間、ここにある出来事は、過去は変えることはできない。でもここで何があったかを私が見ていくことはできるから、何か知りたいことがあったら私に言っておくれ。分かった。何かって何だったんだろうね。そうだね、見てみようか。うん、うんうん。どうやら使用人が部屋を掃除しにやってきたみたいだね。うん、掃除をしてから部屋を出て、その時鍵束を持っていたみたいだけど、入ってきた時は持ってなかったってことなのかな。うんうん、入ってきた時も持っていたんじゃないかな。どうやらこの鍵束はこの屋敷のマスターキーみたいだよ。全ての部屋の鍵束を持っているみたい。そっか、じゃあ使用人の人は普通にお掃除をして出て行っただけなのかな。うん、おそらくそうだと思うよ。うん、シロはなんでちょっとだけ休憩して部屋を出て行ったんだろう。そしたら他の部屋も見てみようか。うん、
どこの部屋に行きたい？そうだな。じゃあ、4番に行ってみたいかな。4番だね。うん。わかった。では、4番の部屋だ。見るからに高級そうなものばかり並んでいる。装飾品や照明も一流のものばかりだ。部屋の中央に恰幅のいい男が口から血を流して倒れている。床には食器が割れて散乱している。時計は19時を示していたが秒針は止まっている。君は思い出した。この恰幅のいい男の名前はシルバー。1年前に奴隷として売られていた君を買った人物だ。君を金で買った飼い主であり、君を飼いならす飼い主でもある。その日一緒に飼われたのが白と緑だった。シルバー、彼は奴隷同士を殺し合わせる見せ物を生業として大金を稼いでいる。1年後に3人で殺し合いをしてもらう。そこで生き残った一人だけを奴隷から解放しよう。シルバーにそう言われ、君は死に物狂いで鍛えてきた。同じ屋敷に一緒に住み一緒に暮らしているが、他の二人は殺さなければいけない相手なのだ。ブロ、何？シルバーは人の生き死にを見せ物にして商売にしている。君はそんな彼を、彼の仕事をどう思うかな？僕は奴隷として生きてきたわけだけど、僕にも存在価値があったのかなって思う部分はちょっとだけあって、シルバーさんにそういう意味では救われた部分もあるんだ。うん。でもその目的が殺し合いって言われて、それをシルバーさんが自分が生活するための糧にしているって聞いた時に、死にたくないって思ったんだ。だからこんな気持ちにさせてしまうシルバーさんのお仕事は、僕たち奴隷にとってはすごく苦しいことだと思ってた。そうだね。そしたら、例えばシルバーとはまた別で武器を作って売りさばいている武器商人、彼らも人の生き死にをなりわいに生きている。人が死ねば武器屋が儲かるといった格言もあるくらいだ。武器屋とシルバーは違うかな。職業も人の生き死にには少なからず関係しているものなのかもしれないのか。シルバーさんがどう思ってこの商売をしていたかによるのかなって気はするんだけど、うん、シルバーさんがもしこのお仕事を楽しんでやっていたんだとしたら、僕は許せない。ん？
生活するために仕方なくこの仕事をしなきゃいけなかったんだとしたら、僕たちにとってはすごく最悪だけど、シルバーさんにとっても必要なことだったのかなとも思う。じゃあ例えば君ももし同じ状況になったとしたら、こういったことをやる可能性があるのかな、それをやっても良しとするのかな。僕だったら多分その仕事はやらないかもしれない。他の人の生き死にを目の前でずっと見続ける生き方は多分僕には耐えられない。シルバーの遺体を見つけた。君には目標が追加されるよ。目標？うん。自分が犯人なら犯人であることを隠し通す。自分が犯人でないなら犯人を見つける。この目標が追加される。さて、この部屋で起きたことを教えてあげよう。うん、気になることがあったら詳しく調べるから聞いておくれ。分かった。15時30分シルバーは部屋でくつろいでいる。16時、部屋に緑がやってきた。シルバーと何か話している様子だ。17時、緑は部屋を出て行った。17時30分、緑が配膳用の高価そうなトレイに様々な食事を乗せて部屋に入ってきた。トレイを置くとすぐに出て行った。18時、食事をしていたシルバーが急に苦しみ出し吐血しながら倒れてしまった。その勢いで食器なども落ち割れてしまったようだ。19時、使用人が部屋を開けシルバーの死体を見つける。その後3人が呼ばれ全員が部屋へと集まった。以上だよ。緑はシルバーと何を話していたんだろう。そうだね、もしかしたらあまり気分のいいものではないかもしれないけど、うん、聞くかい？うん。そうだね、シルバーが緑に、お前がわしにお願いできるなら二人が負けるように仕組んでもいいんだぞと下びた表情でシルバーが言っているようだね。緑は女性だからっていうことかな。そうかもしれないね。食事を持ってきた緑の高そうなトレイにその様々な食事っていうのが載ってたみたいだけど、うん、そうだね、どうやら高級食材ばかりが並んでいるみたいだよ。これは使用人が作ったのかな、それとも緑や僕たちの誰かが作ったものなのかな。うん、そうだね、もしかしたらそれも他の部屋を見たらわかるかもしれない。そっか、この部屋でわかるのはこれくらいだね。ありがとう。そうだ、もう一つお知らせをしておくよ。何？画面の左上に時系列だけ
表示させてあるから、気になったらそこを見ておくれ。カーソルを合わせると見ることができるよ。本当だ、ありがとう。ただそこで何が起こったかの詳しいことの方は書いていないから、そこだけは自分でメモしておいてもらえると助かる。わかった。うん、そしたら次の部屋に行こう。うん、どこに行こうか。じゃあ、7番に行こうかな。うん、分かった。では7番の部屋だ。ベッドが2つある。この屋敷に住み込みで働いている使用人の部屋だ。使用人は2人いて、今日はずっと2人で行動していた。この屋敷の主人に絶対的な忠誠を誓っており、使用人は主人を裏切らない。君が私に嘘をつけないように、これはルールと言ってもいいだろう。クロ、君にも絶対に裏切れないものや譲れないものとかあるのかな。もし思い出せるなら教えてほしい。裏切れないもの、譲れないもの、うん、僕にそういうものがあったのかな。うーん、僕は多分だけど、うん、自分からは何も裏切りたくないし、結構譲ったりすることが多かったような気がする。うん、というのも僕がいい顔をしてただけなのかもしれないけど、割といろんな人間に裏切られてきたりした経験があるからさ。うん、だからできるだけ人の意見は聞いたりとか、もうなんて言うんだろうな、まずは話を聞いて、その人の意見について否定もしないし、肯定は自分が共感できた時にはするみたいな感じで、譲る譲らないっていうものがどうなんだろう、あんまりなかったのかもしれないかな。なるほど。君は自身がそうやって傷ついた経験があるからこそ、他人を傷つけないようにと、そういう心遣いをできる子なんだね。僕は自分がされて嫌だったことはやっぱり他の人にはそういう思いはしてほしくない。うん、一番大切なことだけどすごく難しいことだね。それをしっかりやっているんだから、うん、君はある意味意志が強いのかもしれない。これが僕にとって譲れないものなのかもしれないね。うん、素敵なことだね。ありがとう、ヒイラギ。うん、こちらこそありがとう。ではこの部屋で起きたことを教えてあげよう。うん、15時、使用人が何かを持って部屋を出て行った。16時30分、使用人が部屋に戻ってきた。休憩している様子だ。17時、使用人が部屋を出て行った。以上だよ。この7
何かっていうのは鍵束かな。そうだね、このお屋敷のマスターキーを持っているみたい、うん、部屋を出ると外から鍵をかける音がしたよ。じゃあここには鍵をかけて出て行ったっていうことか。うん。この部屋でわかるのはこのくらいだね。うん。使用人、なんかみんなはこの夕方頃に休憩する習慣でもあったのかな。うん、どうだろう。もしかしたら他の道が、他の部屋を見たらそれがわかるかもしれないね。うん。私たちが今見れるのはあくまでこのシルバーが殺されたこの時間だけだ。うん。後のことは想像などで補うしかないね。そうだね。さて、次はどこに行きたい？じゃあ、9番を見に行こうかな。わかった。9番の部屋だ。玄関には鍵がかかっている。今日は鍵が開けられた様子はないね。部屋、屋敷はとても広く頑丈な作りに思える。この屋敷の持ち主は相当な金持ちだと伺える。クロ、君がもし使い切れないほどのお金を持っていたら何をするかな。使い切れないほどのお金か。自分の今後の人生に必要だと思える、いや少し余裕を持って過ごせるようなくらいのお金だけ残して、あとは自分が大切に思っている人たちに恩返しするかな。うん。自分は必要最低限だけ手元に置いて、あとは周りに還元する、そういうことかな。そうだね、ありすぎてても困っちゃう気がするんだ。そっか。じゃあ例えば誰にあげたいって思うのかな。だな。やっぱり、まあ僕にいるのかどうかわからないけど、家族とかかな。うん。あとは今まで支えてくれた友達とかかな。素敵だね。君にはそういう人がたくさんいるのかな。個人的にはすごくいろんな人に助けてもらって生きてると思ってる。うん。それをきちんと理解しているだけ、うん、それをかみしめて生きているというのが君という人間なんだね。いつでも感謝の気持ちは忘れないようにしてるつもりだよ。大事なことだ。うん、ありがとう。うん。そうだね、この部屋でわかるのはこのくらいかな。他の部屋も見てみようか。うん。じゃあ5番見てもいいかな。うん、いいよ。じゃあ5番の部屋に行こう。うん。5番の部屋だ。無数のカメラが設置されており、部屋の中央が闘技場のようになっている。
この部屋には鍵がかけられており、今日は開けられた様子はない。君たちは明日ここで殺し合いをすることになっている。そしてそれはカメラで中継され、金持ちたちが博打をしながら楽しんでいるらしい。クロ、人が殺し合うところを見て楽しむ奴らを、そんな娯楽を君はどう思う？そんなこと現実でやっていいとはどうしても思えないんだ。そんなお金持ちたちの娯楽って言っても、もっと他に楽しめることがあるはずなのに、どうして僕たちを使ってそんなことをするんだろうって思う。じゃあ例えばこれが動物ならどうだろう。動物？動物同士に殺し合いをさせるってこと？そうだね。それも不必要なことだと思うな。まずだって外の野生の世界で生きるだけでも動物たちは命がけなんだ。それなのにこんな娯楽として殺し合いなんて、そんなの最低だ。いや、例えば君はこれがロボットでも同じようなことを考えるのかな。ロボットが人と同じように考え知識を持っていたとしたら。ロボットにも心が芽生えることがあるって聞いたことがある。もしかしたら本当にそれは心があって、僕たちの人間の都合で作られて人間の都合で壊されるって、やっぱりロボットだとしても僕はやっぱり嫌だな、そんなのは。なるほど、ありがとう。うん、この部屋でわかることはこれくらいだね。他の部屋も見てみようか。そうだね。じゃあ8番見に行ってもいいかな。8番、わかった。では8番の部屋だ。倉庫だ。さまざまな武器や薬品が置かれている。整理整頓されているね。ここには人を殺せるものは全て揃っていると言っても過言じゃない。部屋は薄暗くよく見えないが、倉庫でできたことの前にまたもう一つ質問してもいいかな。うん。クロ、君は片付けが得意なタイプだったかな。思い出せるなら教えてほしい。僕は片付けはすごく苦手だったな。そうなの？うん、なんか自分のことで忙しくなったりとかしてバタバタしちゃうと、だんだん部屋が汚くなっていっちゃうんだ。そうすると
もう僕だけじゃ収拾がつかないことが多いな。なるほどね。よく言うね、心が乱れていると部屋も汚くなっちゃうって。そうだよね。でももしかしたら君の心が落ち着いた時、君もお片付け上手になるのかな。心に余裕がある時は周りに目が向くから、片付けようっていう気持ちになることは確かにあるかも。うんうんうん、なるほど。今は心に余裕がない時も多いんだ。でも今僕の部屋はわりかし綺麗だよ。そうなんだ。うん、それはいいことだね。じゃあ例えば、クロ、君はどんな人がお片付け上手だと思う？どんな人がか。どういう人がってもいいよ。潔癖症の人とか。あとは細かいところが気になっちゃう人とかかな。へえ、そうなんだ。やっぱりホコリとかってだんだん積もっていくじゃないか。うんうん。そういうのもちょっと溜まっただけでもやっぱり気になっちゃうから、定期的にお掃除しないと気が済まないっていう人は僕の知り合いにもいた気がするな。そうなんだ。うん。でも今君の部屋は綺麗なんだろ？うん。うん。ありがとう。君のことが少し分かった気がするよ。ちょっと恥ずかしいけどね。ではこの部屋であったことを教えてあげよう。そうだね、この部屋は薄暗くてよく見えないが、気になることがあったら詳しく調べるから聞いておくれ。15時30分、二人倉庫に入ってきた。薄暗くてよく見えないが、話し声から使用人であることがわかる。何か会話をしている様子だ。16時、人影が部屋へと入ってきた。何かを小さな容器に移している。人影は倉庫を出て行った。以上だよ。うん。使用人たちは何の会話をしていたんだろう。そうだね。どうやら倉庫の掃除と備品の確認が終わりました。うん。すべての物品がしっかりと揃っているね。そんな倉庫の確認を終え、使用人は部屋を出て行ったみたいだ。そうか、何か武器とかがなくなっていないかを確認していたんだね。うん。在庫チェックのようなものかな。うんうん。人影が部屋に入ってきて何かを小さな容器に移してるっていうのは何だったんだろう。そうだね、薄暗くてよくは見えないんだけど、どうやら何かの薬品を小さな容器に移しているみたいだ。薬品か。この部屋でわかることはそのくらいだね。うん、なるほど、ありがとう。うん。次はどこに行きたい？じゃあ6番に行こうかな。うん、わかった。では6番の部屋だ。大きなテーブルが一つと、奥にはキッチンがある。食堂のような場所だね。君たち3人は決まった時間にここで食事をとることを強制されていた。毎日顔を合わせなければいけなかった。最初の頃は極力会話などはしないようにしていたみたいだが、1年という時間を経て少しずつ3人の心が打ち解けていったみたいだ。
黒、食べ物のいい匂いがする。君が好きな食べ物は何だったかな。思い出せるかな。もし思い出せたら教えてほしい。僕の好きな食べ物か。苦手なもの以外全部美味しいと思って食べていたような気がするな。何でも美味しく食べれる子なんだね、うん、じゃあその苦手な食べ物って何なの。僕はあんことかいう甘い和菓子があんまり得意じゃないんだ。そうなんだ、うん、それはどうして。どうしてかわからないんだけど、あの甘さと舌触りがどうしてもダメなんだ。甘いものが嫌いというわけではないんだよね。うん、甘いものは好きなんだよ。でもあんこ限定でダメなんだ。そうなんだ、うん、それ以外のものは全部美味しく食べられるんだね。あとはパクチーとかかな、苦手なのは。あー、パクチー、好き嫌いが分かれるね。うん、一度パクチーだと知らずに生でかじっちゃったことがあって、それでその匂いに衝撃を受けてそれ以降食べれなくなっちゃったんだ。そっか、生で食べちゃったか。うん。なるほど、それは確かに強烈な出来事だね。うん、パッと思いつくのはでもそのあたりだけかな。うん、じゃあ逆に好きなものはある？特にこれを食べたら楽しくなるとか嬉しくなるとか。うーん、おばあちゃんが作ってくれるたけのこご飯とかかな。たけのこご飯いいね。しっかり前日からもち米を浸しておいてるみたいで、ちゃんと蒸して作るんだ、その専用の蒸し器で。すごい凝ってるんだね。うん、それがすごく美味しくていつでも食べたいなと思うよ。うん、うん、君のおばあさんとの関係性も少し見えたかな。かわいいおばあちゃんなんだ。そっか、いいね。また話がずれたね。食堂で起きたことを教えてあげよう。うん、気になることがあったら詳しく調べるから聞いておくれ。わかった。16時、黒が食堂へ入ってきた。冷蔵庫を開け何かをしている様子だ。しばらくして黒は食堂を出て行った。16時30分、白が食堂へと入ってきた。白も冷蔵庫を開け何かしている様子だ。しばらくすると白は食堂を出て行った。使用人が入ってきた。料理を作っているみたいだね。17時30分、緑が食堂へと来て使用人から配膳用のトレイを受け取り食堂から出て行った。18時、使用人が何か料理を作っている。18時30分、白と黒と緑が食堂へと入ってきた。19時、使用人が食堂を出て行き数分後に慌てた様子で戻ってきた。それを聞き白黒緑も食堂を出て行った。以上だよ。僕は一体何をしてたんだろう。うん、そうだね、よく見えないがどうやら冷蔵庫から飲み物を取り出していたね。飲み物か。白も何かをしていたみたいだよね。そうだね、どうやら冷蔵庫を開け食べ物に手を伸ばしていたみたいだね。これは僕たちって自由に食事ができたのかな。そういうわけじゃないよね。そうだね、
食事の時間は決まっているみたいだけど、うんうん、でもこのキッチンの中で君たちは飲み物や何かを取ったりすることは自由にされていたのかもしれないね。うん、緑がやっているみたいに君たちがシルバーに配膳をするなんてこともあったかもしれないから。そうだね。使用人が料理を作っていたみたいだね。そうだね。17時の使用人が作っている料理はキャビアやフォアグラなど絵に描いたような高級そうな食材を冷蔵庫から取り出して料理を作ってるみたいだよ。なるほど。18時の使用人は何を作っていたんだろう。そうだね。こっちはこの食材はどうやら一般的なものだね。僕たちの食事を作っていたのかな。かもしれないね。この部屋で分かることはそれくらいだね。分かった。きっと19時の使用人は倒れているシルバーさんを見かけて僕たちを呼びに来たっていうことなんだろうね。そうだろうね。4番の部屋の19時のところを見るとその辺の時系列が分かってくるかもしれない。そうだね。18時頃に倒れていて1時間後に発見されているんだね。なるほど。さて次はどこに行こうか。じゃあ次は3番かな。うん、分かった。じゃあ3番の部屋だ。ベッドと机、全体的に少し女の子っぽい色調に思える。ぬいぐるみが椅子に飾られていた。この部屋は緑の部屋だろう。ねえクロ、椅子にどんなぬいぐるみが置かれているか見えるかな。ぬいぐるみ、そうだな、鳥かな。鳥？うん、鳥のぬいぐるみ。ピンクのかわいい鳥のぬいぐるみ。どうしてか聞いてもいい？僕たちはここを出たがっていただろう。うん、だからきっと自由になりたいとかっていう意味が込められていたんじゃないかと思って。なるほど。ピンクの鳥が君にとって自由の象徴なのかな。自由の象徴というよりかは、まあ女の子だからピンクかなというなるほどね。安直な考えなんだけど、鳥自体が自由かなって思うね。確かに。どこまでも羽ばたいていける鳥だもんね。うん。君はそういった鳥のぬいぐるみとかを持ってたりするのかな。うん、僕も持ってるよ。でも僕が持ってるぬいぐるみは丸々と太っている感じだからあんまり飛べなさそうだけどそうなんだ、うん、でもそれはそれで可愛いね。そうだね、もちもちだよ。うん、飛べないかもしれないけど心を癒してくれるね。うんある意味心を羽ばたかせるなんていう効果があるのかもね。そうかもしれない。やるじゃないかありがとう。君に褒めてもらえるとなんだか、うん、心があったかくなる気がするようまいこと言われちゃったよでは続きを教えてあげよう。
どうやらこの部屋は短いナイフがきれいに並べて置いてあり、きちんと手入れされているものの相当使い込まれているように見える。緑、彼女は純粋で美しい女性だ。自分の考え方に芯を持っていて、曲がったことは嫌いな性格だ。ある日彼女は外にいる弟にもう一度出会うためにどうしてもここを出たいと言っていた。気になるところはそれかな。今日この部屋で起きたことを教えてあげよう。15時10分、慌てて緑が部屋を出て行った。机の上に何かが置いてある。18時、緑が部屋に戻ってきた。疲れた顔をしている。18時30分、緑が部屋を出て行った。以上だよ。何かって、何が置いてあったんだろう。そうだね、どうやら机の上に緑の部屋の鍵が置いてあるみたいだ。鍵か。緑疲れてたみたいだね。そうだね、ずいぶん疲れた表情をしている。これはシルバーさんとお話をした後の話かな。いや、そんな、後の話か。なるほど、わかったよ。じゃあ次の部屋に行くかい。最後2番だけど、これは僕の部屋かな。じゃあ行ってみよう。君はここが自分の部屋であることを思い出した。ベッドと机、殺風景な部屋だが、本棚が置いてある。本棚には数冊の本がある。クロ、君は本棚にどんな本が置いていたかな。もし覚えているなら教えてほしい。僕の本棚は、そうだな、小説と漫画と戯曲が置いてあるかな。小説と漫画と戯曲、結構タイプがバラバラだね。そうだね、言ってもあんまり広い本棚じゃないから、僕が好きだなと思う漫画置いてあるのと、小説はやっぱり少しでも字が読めた方がいいなっていうところで持っているんだけど、あんまり読む機会はないかも。そうなんだ。戯曲については、僕はお芝居とかが好きだから、それの、まあ台本みたいなものだよね。お芝居が好きなんだ。どういうところが好きなの？僕以外の誰かになることができるっていうところかな。その時間は僕が僕でいることを忘れることができるというか、なんだか新鮮な気持ちなんだ。なるほど。その他の人になっている時間は、君は君という殻を破って自由に、さっきも言ったみたいに羽ばたける時間なのかな。そうだね、自分という枠を超えて誰かの人生をその時だけでも歩むことができるってすごいことだなと思うんだ。もちろん君の人生は君のもので、君のそのままの人生もとても素敵なものだとは思うけれど、
それとは別に他の人の人生も彩る、そういうことが好きなんだね。うん、ありがとう。部屋の説明に戻ろう。どうやら部屋の隅に長い棒のようなものが落ちており、その先端には尖った刃物がついている。槍と呼ばれる武器だろう。相当使い込まれているように見える。君は親に売られここに来た。ここで1年間過ごし、自分の親に裏切られた悲しさと復讐心よりも緑と共にここを出たい気持ちが強くなった。クロ、例えば誰かを殺さなければ自分が殺されるなら、クロ、君はどうする？僕は何か生きたい理由が強くあるのなら、何かを犠牲にしてでも生きたいと願ってしまうのかもしれない。でも誰かを殺して生きるって、僕にそれが耐えられるのかどうかもわからない。でもできれば死にたくないな。そっか、なるほどね。ではもし君が譲れない、生きたいと思える理由があるんだとしたら、そういった人殺しなども許せるというラインなのかな。他の人から見たら自分を正当化しているように聞こえてしまうかもしれないけど、うん、僕にとっては人を殺してでも生きたいと思う理由があったっていう強い意志のもと殺していると思う。相当覚悟がないとそんなことは多分できないと思うから。そうだね、誰しもが自分の中に理由があるものだ。いい悪いの話ではなく、事実としてそれはどんな人にもあることだろう。うん、なるほどね。では例えばその殺したい誰か、殺さなきゃいけない誰か、それが例えば君の殺したいほど憎い相手だったら、君の生きたいというラインは人殺しの方に傾くのかな。殺さなければいけない誰かが僕のすごく憎い人だったら、うん、そしたら覚悟はもちろんだけど、さっきよりも迷わずに誰かを殺す方に傾いてしまうかもしれないね。うん、うん、君は君の中での芯がすごくしっかりしているんだね。だからこそ迷わないんだろう。そうなのかな。君が生きたいと人殺しをすると決めたその時は、きっと君の中で確固たる答えがある時なんだろうね。行動に移す時が来るんだったら、それはきっと僕の中で決まってる時だね。うん、じゃあもしもその相手が赤の他人だったら、君はためらうのかな。赤の
他人だったらか。いろいろ考えて、その人の人生のこととか感情移入とかをしてしまう前に殺しちゃうかもしれないね。多分悩めば悩むほど赤の他人のことは、この人にも大切な人がいるのかもとか、いろいろ考えちゃうと思うから。うん。君は人の人生をきちんと想像できる。そういった側面もきっとお芝居の練習なんかで培われているんだもんね。そうかもしれないね。うん。なるほど。ありがとう。ずいぶん話が脱線したね。この部屋で起きたことを教えてあげよう。15時30分、槍の訓練をしていた黒が何かを持って部屋を出た。16時30分、部屋に黒が戻ってきた。椅子に座り休んでいる。17時、部屋をノックされ黒がドアを開ける。緑が部屋へと入ってきた。緑が何か話していた。17時30分、緑が部屋を出て行った。18時30分、黒が部屋を出て行った。以上だよ。僕は何を持って部屋を出たんだろう。うん、どうやら君は鍵を持って部屋を出たみたいだよ。僕の部屋の鍵かな。うん。そして鍵を持って部屋を出た後、外から鍵をかける音がした。ということはちゃんと自分の部屋に鍵をかけて出て行ったんだね。うん、どうやらそうみたいだ。17時に緑と何かを話してたみたいだけど。うん、そうだね。緑が黒も白も殺したくない、どうしたらいいんだろうと緑が泣いているよ。君は何も言わず考え込んでいる様子だったね。うん、そうか。緑と僕ってどういう関係だったんだろう。そうだね。どうやら黒、君は彼女に淡い恋心を抱いていたのかもしれないよ。そうだよね。僕、緑と共にここを出たいって思ってたんだもんね。うん。そっか。これで全ての部屋を調べ終わったね。うん。君が満足いくまで調べ終わったら、ここから離れることになる。そっか、もうちょっと待ってね。うん。他にも調べたいところや、もう一度見たい部屋があったら、移動するから言っておくれ。うん。とりあえず、メモは大丈夫そうだ。うん。じゃあ移動しても大丈夫かな。うん、大丈夫だよ。わかった。では、黒、君はシルバーを殺した犯人は誰だと考えている？ちなみに犯人は単独犯、つまり一人しかいないよ。そっか、もうここで今答えを出さなきゃいけないんだね。うん。でも
もう一回調べに戻ることもできるから、まだ調べたい場合は言っておくれ。わかった、ちょっと考えさせてね。うん、いいよ。もう一度4番の部屋を見に行ってもいいかな。うん、わかった。では4番の部屋だ。時系列もまた出しておくから。ありがとう。こちらも合わせて見といておくれ。うん。クロ、君は今シルバーはどうやって殺されたと思っている？うん、僕は食事に毒を盛られたと思っているんだ。うんうん。そうしたらもう一度食堂の場所でも見に行こうか。そうだね、お願いするよ。じゃあ6番の部屋だ。うん。ここで何かできそうな人はいるかな？僕かシローが何かをできそうな気はするんだけど。うん。僕は飲み物を触っていたって言ってたよね。そうだね。シロは何か食べ物を取り出そうとしていた。うん。君の言った通り、毒殺であるのならば何か毒を入れないといけないね。うん。この時間に君は毒を入れることができたかな？君は毒を持っていたのかな？僕にはそんな余裕なかったと思うんだけどな。うん。じゃあ君が言っていた白の方も見てみようか。うん。白はあんまり情報が出ていないよね。じゃあ白の時間軸も追ってみようか。うん。君はどこで毒を手に入れたんだと思っている？られそうな場所って倉庫くらいなものだと思うけど。うん、じゃあ倉庫を見てみようか。うん。そうか、使用人が全部揃っているって話した後に誰かが何かを小さな容器に移しているのか。うん。ということはこれは僕じゃないね。16時は食堂にいたから。うん、大丈夫だよ。うん。そしたらここから離れることになるけど、いいかな？うん。うん、わかった。気づけばまた真っ暗な何もない空間へと移動していた。ヒイラギの声が聞こえる。じゃあもう一度聞くよクロ。うん。君はシルバーを殺した犯人は誰だと考えている？ちなみに犯人は単独犯、つまり一人しかいないよ。
僕はシルバーさんを殺したのはシロだと思ってる。うん。君は真相にたどり着く。シルバーを殺した犯人はシロでしかありえないと。クロ、君は3人で1年間同じ空間で生活をさせられ、殺し合わなければいけないのに少しずつ心を許すようになった。シロが兄のように大好きで、緑に淡い恋心を抱いているが、もちろんそんな感情は邪魔でしかない。二人を殺すことでしかここから出ることはできない。今思えばそれも含めてシルバーが演出するショーだったのだろう。一年間共に過ごさせることで生まれる様々な感情も、その結果が殺し合いでしか解決しないことも。シロ、彼は最終的にシルバーを暗殺することを選択した。倉庫から毒薬を盗み出し、そしてシルバーしか口にしない食材に毒薬を混ぜたのだ。これから君は使用人から追及されることになる。もし使用人からの追及に矛盾なく答えることができれば、あるいは警察が介入し、シルバーの悪事は公になり、三人全員が助かる未来も訪れるかもしれない。犯人でない君の目標は犯人を見つけることだ。その上で選んでほしい。シロを犯人として突き出すか、それとも彼をかばうのか。この物語の行く末を決めるのは君自身だ。準備ができたら教えておくれ。シロを突き出すか、かばうか。うん。それで突き出しちゃったらシロはやっぱり助からないよね。そうかもしれないね。シロは殺人を行った。命には命で、そういう考え方かもしれない。決めたよ。うん。どうしたい？僕はシロをかばいたい。うん。そうか。わかった。それが君の答えだね。うん。では物語を進めよう。ヒイラギの声が遠のいていく。先ほどまでの空間が歪み、気づくと君はシルバーの部屋にいた。見るからに高級そうなものばかり並んでいる。装飾品や照明も一流のものばかりだ。部屋の中央には血を吐いて倒れる恰幅のいい男、シルバーの死体が転がっている。白と緑、使用人らが部屋にいる。時計は19時を指しており、秒針は動いていた。ヒイラギもいなくなっている。悪い夢でも見ていたのだろうか。使用人が口を開いた。やはり倉庫にあった毒薬が少し減っていました。
誰かが毒薬を混ぜたと見て間違いないでしょう。三人には話を聞かせてもらいます。使用人がそう言うと、白と緑が連れて行かれ話を聞かれている。緑は今日の行動を問われ、それに答えた。続いて白が連れて行かれ話を聞かれた。白も今日の行動を問われ、それに答えた。さらに続いて、あなたのところへも使用人がやってくる。あなたは今日の行動を問われ、それに嘘偽りなく答えた。そして最後に、あなたは使用人から質問される。最後に一つ質問があります。黒、あなたは16時頃、シロがどの部屋にいたと考えていますか？制限時間は3分です。使用人の質問に答えてください。これはもう答えていいんですか？どうぞ。シロは16時頃は緑の部屋にいたと思います。なるほど。確かにあなたの証言には矛盾はありません。シルバー様は恨みを多く買っている方ですから、外部犯の可能性も否定できません。あなたたちにとってシルバー様は憎い悪人だったでしょう。シルバー様は私たち二人を幼い頃から育ててくれました。私たちにとってはシルバー様は恩人であり、優しい親でもあったのです。と言っても信じられないでしょうが、悪人が全ての人にとって悪人であるとは限らないのです。使用人が静かにそう言うと、再び空間が歪み、あなたの視界は暗転していく。何もない真っ暗な空間に戻ってきた。ヒイラギの声が聞こえる。ここでこの物語は終わりだ。どうしてこんな中途半端なところでと思うかもしれないが、私はこれ以上書けなくなってしまった。私は君たちの生みの親であり、この物語の作者のヒイラギだ。ミステリー小説といった類の物書きで、それを生業にして生活している。私はね、疲れてしまったんだ。自分で生み出した子供たちに殺し合いをさせ、それを売って生活することに。君たちの殺し合いを見せ物にしてお金を稼ぐことに。白も黒も緑もシルバーや使用人すら、私からしたら自分の可愛い子供なんだ。クロ、君はシルバーを見てどう思った？シルバーのやっていることと私のやっていることに何か違いがあるだろうか？私はこの物語をどうしたらいいだろうか？シルバーさんは奥から見たら本当に僕の世界に生きている人間で、うん、シルバーさんももちろんその
ゲスな考えとかもあったのかもしれないけど、その使用人たちを育てるためにこの生活をしていたのだとしたら、あの二人から見て恩人だって言うんだったら、やっぱり悪いこととは一概には言えないのかもしれない。僕から見たら悪いことだけど。うん。ヒイラギがやってることは残酷な話かもしれないけど、僕たちが物語の中の人間だっていうことがやっぱり大きく関わっていると思っていて、自分で作り出したものは自分でどういうふうな結末を作ったとしても別に構わないんじゃないかと思って。でも君は言ってくれたね、不必要なこと、娯楽で人を殺す、人殺しをしてそれを見せ物にする、それは最低なことだと。言った。シルバーと私のやっていることは同じことではないのだろうか。でもヒイラギは自分がやっていることに疲れてしまったんだよね。そうだね。それは動物同士の殺し合いもロボット同士の殺し合いもやりたくない、そんなものは不必要だ、そういうふうに言っていた。君たち本の中とはいえ意志を持っている君たちを殺し合わせている私は、君から見たらどういうふうに映るんだろうか。確かに僕から見たらヒイラギがやってることも最低だ。でも君は僕たちに愛情を持ってくれていただろう。それなら今まで僕たちが苦しんだ分、僕たちのことを幸せにしてやってくれないかな。つまりミステリー小説ではなく、この物語を君たちを殺し合わせない物語にするということかな。そんなことしたらいろんな人がびっくりするだろうね。むしろ新鮮で面白いんじゃないかな。
そうか。たとえ一度も書いたことがなくてもかい？うん。だって人って何か始めるときはみんな下手くそなものだけど、やっていくうちに上手くなる。だからそういう幸せな物語も柊は上手に書けるようになると思うよ。そうか。じゃあそうだね。これからは次に書くお話は君たちを笑顔にするお話を書こう。うん、ありがとう柊。こちらこそありがとう黒。これでこの物語は終わりだ。君の言葉をエンディングにさせてもらうよ。じゃあね、クロ。快音が鳴り響く。以上でフルダイブ型マーダーミステリー箱庭の観測者様へも終了いたします。機械音が流れ、ヘッドギアが自動で外れた。あなたは目を覚ます。外の光が少し眩しい。フルダイブ型マーダーミステリー箱庭の観測者様へを遊んだ記憶とともに、現実のあなたとして記憶もよみがえる。ナピオ様、お疲れ様です。お楽しみいただけましたか？めちゃくちゃ楽しかった。あらあらあら、お疲れのようですね。大丈夫ですか？すっごい頭使ったねこれね。頭使いましたか。お楽しみはいただけましたか？いや、すごいいろんな感情がごちゃごちゃになって、こういうの最高だぜって思った。あー、最高だぜって思われましたか？よかったです。ではですね、感想戦とは少し違いますが、ひなぴよ様に最後に一つだけ聞きたいことがあります。よろしいでしょうか？何でしょうか？はい、作中でですね、シルバーは殺し合いをカメラで撮影し見せ物にしていました。人が殺し合うところを見て楽しむ奴らを君はどう思うと尋ねたところ、クロを演じていたあなたは、現実でやっていいこととはどうしても思えない、不必要なこと、娯楽でそんなことをするなんて最低だ、そのように答えていましたね。うん。例えばですね、では今日はあなたがやった殺人鬼を見つける遊び、マーダーミステリーゲーム、そのゲームをプレイしているところが撮影され配信されていたとして、それを見て楽しんでいる人たちに、観測者様へどのような言葉をかけますか？まあ私は好きでこのゲームやってるから、苦しんでやってるわけじゃないからね。まあ思う存分楽しんでくれたまえと。なるほど。だって自ら見せてるわけだからねこれを。そういう配信とか撮影とか、もうこんなしたくないよ、もうこんな苦しい遊びできないよとかって言ってやってるんだったら、もう自分が自分を苦しめてて自分が最低だみたいになっちゃうから、これはやっぱり本当に現実では起こりえないというか、その
物語の中だからこそできる遊びだなと。うんうん。それを私も見てる人たちも楽しんでもらえたのであればすごく嬉しいなと思うので、これ観測する前に自分でやった方がいいよ今更なるほど、とても素晴らしいお言葉だと思います素敵ですね。あら、ありがとう案内たまごちゃん。いえいえ、ではその素敵なお言葉を最後に締めとさせていただきます。はい、以上をもちまして箱庭の観測者様へを終了いたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。わお、ヒロユーさん対戦ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。わお疲れ様でした。あ、どうすか。なるほどな。どうすか、これはマーダーミステリー今までやってきたものとは全く違いますなでしょうねでしょう。うわー、すごく自分とも向き合えるいい作品だったなと思いますね。あなたの知らないあなたに会いに行くマーダーミステリーとか、そんな感じだった気がする、うん、なるほど。確かに自分がこう誰かを殺さなきゃいけなかったらとかって普段絶対考えないからね。うんうんうん、確かにね。うん、じゃあ本当の君と出会えるマーダーミステリーでした。失礼しました。本当の私に出会えたかもしれない。出会えたかもしれない。鳥の話とかマジで私が持ってるピンクの鳥のぬいぐるみ思い浮かべながら言っちゃったから思ったよそいつだろうなって一番頭に浮かんだよ。そう、もう完全にあいつだったな。いたわ、持ってたわと思いそうだしね、ちょうどもう片付けとかって最近ちょうど模様替えをしたから。はいはいはい。いやもうタイムリーすぎると思いながら話してたしあ、面白かった。なんか質問とかもこう軽い質問もあるし重い質問もあって、そう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 、うん、質問後の雑談はただ雑談だから、うんうん、いやそれに答えられるキミちゃんすげえなと思ってさもうあのね、単純にこれを回すときはうちがその人に聞きたいことを聞きに行くだけ。あのね、これ質問内容書いてないのよ、あの最初の質問以外、質問があって、うん、その後は
なんか世間話してくださいしか書いてないの。そうなんだ世間話めちゃくちゃ世間話だったよマジで。あ、じゃあこの部屋ではこの質問をしてくださいみたいなのが何個かあるだけってこと？そうそうそう、あってこの内側のヒイラギとして文章で出した、うん、これがあって、その後はもう自由にしてくださいだまあいくつかねキーになる質問はあったりするんだけど、うんうん、それ以外は世間話どうぞって。わあ、でもめちゃくちゃね好きな食べ物嫌いな食べ物とかね、いいなタケノコご飯って思いながらうちも食べたいって思いながら聞いてた。めちゃくちゃ美味しいのよ。いいな、お腹すくわ、ね、食べたくなっちゃったね。そう、あのね、うん、この箱庭の観測者様のコンセプトとして実は、うん、そのプレイヤーが配信者とかゲーム実況者とか、うん、そういうスタンスがあると面白いですよっていうのがあって、はいはいはい、だからビオスにすげえ回したかった。なるほどね、ご本人、ご本人です。こいこいこい。まあ回されましたね。だからね、うん、次もし誰かが箱庭の観測者様へを回るときはピオスさん、あなた自身が観測者様になって拝見してくださいというね、うん、なるほどねぜひ。これはちょっと他の配信者にも回したくなりますね回してやってください、まあ、今回は私がね、うん、ちょっと僭越ながら GM 兼、うん、観測者様として、うん、一緒にご一緒させていただきましたが、君ちゃんに回してもらえてよかったなこれそう言ってもらえて何よりです。何でも受け止めてくれるからすごい話しやすかったな本当よかった、うん、逆に私 GM の立場だったらそんなうまく返せるかなって思っちゃうもんね。いや、いけるじゃん、いけるやんいけるやんあ、ちなみに、ね、こちらの箱庭の観測者様へ、うん、2があります。あら、あるんですか。あるんですよ。やりたいですか。やりたいですね。じゃあ今度やりましょう。はい、まあ、いつやるか分かりませんが、やるときはまたよろしくお願いしますということで、はいはいはい、ではマーダーミステリー箱庭の観測者様へでした。でした。お相手はひなぴよと卵の君でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイ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 。